続、荒野の用心棒は、1966年の、イタリアの映画、セルジオ・コレブッチ監督、フランコネロ主演のマカロニウエスタン、フランコネロ演ずるカンオケを引きずった、ガンマンで知られている。商業的成功を収めた作品が露骨に模倣される、ことは、権利意識に乏しいマカロニウエスタン界ではごくありふれた、ことであったが、この映画もその例に漏れず数多くの作品から、 ジャンゴというキャラクターが無断で借用されている。コルブッチ監督及びフランコネロの出世作である。放題では、俗、荒野の妖人棒となっているが、セルジオレオーネの荒野の妖人棒とは、その本案となった黒沢明の妖人棒の流れ物と、町の敵対する集団の争いという部分的な、プロットは似ているものの、配給会社によって付けられた放題であり、続編ではない。 リンチのシーンなどに残酷な描写があるため、各国で上映禁止、あるいは年齢制限がなされた。一例として、イギリスでは、前衛映像等級審査機構により、1993年になって18禁として許可された。しかし本作品の残酷な描写やダーティな映像、リアリティを度外視した演出は、後に多数制作された、マカロニウエスタンにおいて、 一つのスタイルとして受け継がれていった。カンオケを引きずるジャンゴメキシコ国境に近い宿場町。ここでは、元南軍のジャクソン少佐とメキシコ独立運動家、ウーゴロドリゲス将軍の率いる二つの勢力が対立していた。カンオケを引きずりながら現れた流れ者のガンマン、ジャンゴは、ジャクソン一味に殺されかかっていた少府マリアを救う。町に入ったジャンゴは、酒場で出会った。 ジャクソンの部下ジョナサン神父を挑発し、話を聞きつけて、酒場を訪れた、ジャクソンの部下たちを射殺する。ジャクソンは40人の部下を引き連れて、報復に現れるが、ジャンゴは看護家から取り出した、機関銃を乱射し返り討ちにする。しかし、ジャンゴはジャクソンを見逃し、酒場の主人、ナタニエレと共に、ジャクソンの部下たちを埋葬に向かう。埋葬を終えた、ジャンゴは、 かつての相棒がジャクソンによって殺されたことを語る。ジャクソン一味がいなくなった町に、ジョナサンが現れ、マリアが町に災いを呼んだと責め立てる。そこに、ロドリゲス一味がやってきてジョナサンは殺される。ロドリゲスは酒場で、命の恩人である、ジャンゴを見つけて、再会を喜ぶ。ジャンゴはロドリゲスに対し、ジャクソンが金塊を預けている。 メキシコ政府軍の砦を襲撃することを持ちかけ、独立戦争を仕掛けるための軍資金を求めていた。ロドリゲスは、提案を受け入れる。ジャンゴたちは、ナダニエルのニウマ社に隠れて、砦に向かい、油断していたメキシコ軍を襲い金海をの強奪に、成功する。酒場に戻った、ジャンゴは金海を山分けして立ち去ろうとするが、ロドリゲスは金海を独り占めしようとしたため、 彼らが祝杯をあげている間に金塊を盗み出し、マリアと共に逃亡する。メキシコ国境まで来たジャンゴは、マリアと別れようとするが、銃が暴発した勢いで、馬が驚き、金塊を入れたカンオケが沼に落ちてしまう。カンオケを追って、沼に飛び込んだジャンゴは沼に沈んでいき、マリアは、助けようとするが、追いついた、ロドリゲス一味に撃たれ、重傷を負い、 捕まったジャンゴは二度と拳銃が握れないように両手を潰されてしまう。墓地の決闘でのジャンゴジャンゴをリンチした後、ロドリゲス一味はメキシコに向かうが、待ち伏せしていたジャクソンとメキシコ軍に襲撃され全滅する。酒場に戻ったジャンゴはナタニエレにマリアの手当てを頼み、同時にジャクソンとの決着をつけるために彼を墓地に呼び出す。ナタニエレから ジャンゴの伝言を聞いたジャクソンは彼を殺してジャンゴが待つ墓地に向かう。両手を砕かれ引き金を引けないジャンゴは銃の用心筋を刃で外し十字架を盾に決闘に備える。5人の部下と共に墓地に現れたジャクソンはジャンゴから距離を取り長銃で十字架を狙い撃つ。追い詰められる中、ジャンゴは1ショット1キルのファニングショットで応戦してジャクソンたちを射殺し、 彼らの死体が横たわる墓地を後にする。東京12チャンネル版以外の吹き替え音声は、権利元が音源を紛失しているため、2020年現在、視聴者から当時の録画を公募している。今作から20年ぶりの正当な続編として、ジャンゴ、灼熱の戦場がイタリアで制作され、1992年に日本で公開された。出演は、今作同様に、フランコネロ。 監督は、テッド・アーチャーが担当した。セルジオ・コレブッチは、キャラクター創造としてクレジットされている。正当な続編ではないが本作に影響を受けた、クエンティン・パランティーノ監督が、ジャンゴ・アンチェインドを、制作、公開、ジャンゴで使用されたエンリオ・モリコーネの劇中曲を採用。フランコ・ネロも、早くで出演。シリンゴさんのツイートツイッター。ありがとうございます。